皆さんこんにちは、ハワイケースケです。本日2024年、3月の6日、22時3分、まあちょっと時間が時間ですので小声で話しています。まあこれぐらいは、しっかりと、大丈夫だということで認めてもらっています。本日の侍ジャパンの試合なんですけども、初回の、侍ジャパンの得点はあれは八百長ですね。ライトのオランダの選手が全力疾走して取りに行けばダイビング、さほど大きなダイビングをしなくても取れてる範囲ですので、まあ、あの得点は八百長です。で、未来の、時間軸からのハイライトのシーンのところで、私の方から何をしてるんですかと。八百長試合なんかしちゃダメですよっていうことで、お互い本気の勝負ということでお伝えしています。実際、生中継でテレビの放送を見始めた時には、すでに、5対0。で、これね、今日ちょっといろいろ自分で、まあ、アクセスできるようにしていた動画でちょっとびっくりするようなシーンに気がつきまして、例えばラルク・アンシエルのハニーという曲なんですけども、女性の胸が見えてたシーンがあるんですよ。で、ちょっとね、普通のプロモーションビデオの方にアクセスできるようにしたらちょっとまずいんで、まあライブで歌ってる方の映像に変えました。で、これに関してちょっとラルク・アンシエルさんの方も気づいてるかどうかわかんないですけども、一瞬だけパッと映るんですよ。基本的に本人らがこう歌っていて演奏してるんですけども、一瞬だけパッて映るんですよ。で、最初はまず気がつかない。最初はそんなことないやろって思うから、やっぱり気づきにくいんですけども、まあその辺のところで、ね、そういえば昔そういう話あったなと。で、見かけたらすぐに注意して、画像処理を直さなければならない。で、プロモーションビデオのところ、だから映像のところをずっと自分たちが演奏して歌ってるところのシーンだけでいいんですよ。で、まあ、XJAPAN さんの方の、まあ、とある曲なんですけども、まあ、僕の方からアクセスできる X、ボーイや X の、まあ、曲のところなんですけども、まあ、大体そういう名称のところがあるんですけども、まあ、そこで、曲名がちょっと、下の方にある曲なんですけども、普通のプロモーションビデオの方で、まあ、吉木さんがね、ふんどしみたいな、ものを、つけてたんですけども、まあ、ああなってくると、軽犯罪法違反なので、尻も見せてはならないということになりますんで、まあ、まあ、ライブの映像ではそういった部分ではないので、これね、だからちょっとね、音楽業界の人たちにしっかりとメッセージを送っておきたいんですけども、やっぱりね、僕もそういうところ、動画、曲の方にこう耳がいってたら、意識がいってたら、映像の方はね、なかなか気がつかなかったりするんですよ。で、その動画をアクセスできるようにした人間の、その、責任みたいなところで、私の方にも危険があったかもしれない。ですので、その、わいせつなシーンを、反復させてしまったと。自分で軽犯罪法のことをね、こう、あれこれ言っていて、実は自分も、反復させていたっていう、どういう、皆さんどうも申し訳ございませんでしたと。まあ、そういうふうな、部分があるんですけども、ちょっとね、まあ、これ、プロ野球業界の人たちも、他のスポーツ選手の人たちも知っておいてもらいたいのと、音楽業界だけに限らず、まあ、YouTube に動画上げてる方たち、まあ、他のインターネット記事とかもそうですけども、わいせつなシーン入れたらダメですよ。結局、その、違法行為になりますから、反復させてはならないって刑法でそうなってますから、本当に。で、もう刑法といった法律で。で、まあ私みたいにプロとして扱うときに、音楽、特に音楽業界、曲に耳の方の意識がいってるから、まさかそんなシーンがあるとは思ってなかったりしますし、あとは、正直胸関係ですね。胸がね、女性の胸が一部、こうちょっと見えてる部分とか、これどこからどこまでなんだろうっていうところで、胸といえば胸になってくるでしょ。で、しっかりとしたね、判例とか、誰かご存知の方がいらっしゃるのかどうかのところで、まあまあ、できるだけ、厳しくいきたいと。正直ね、そういうシーンいらないでしょ。で、女性が胸をしっかりと隠しといて、ね、
どちらかというと女性がネクタイをくくっていれば絶対見えることないでしょ。絶対見えないようにしていたらいいんですよ。その方が簡単なんだから。だからその辺のところでちょっと音楽業界の人たち、しっかりと自分たちの映像の管理をしていただかなかったら、まあお話にならないと。昔それ言ったんですよ。普通にミュージックステーションか何かで、こう放送されてた時にそれは気づいたから、指摘して、これまずいでしょっていうことで、で そこのあたりからね、ちゃんと規律がある程度正しくなっていって、バンプ・オブ・チキンという、バンドがデビューして、歌詞全部綺麗な歌詞だけで、あとそのそういう部分ね、一切、映像で出てこないようなプロモーションビデオに全部なってるんですよ。なってるはずです。なってなかったらもうね。ただちょっと映像的に絵的にね、ちょっとどちらかというとあんまりよろしくない、そのグロテスクって言ったらいいんですかね。ちょっと絵的にこう、まあ、こんな映像ダメだろうっていうようなものを、まあ、一部の、曲でくっついてきてるんですけども、まあ、そのアニメとかにあんまり合わせなくていいです。それは歌詞歌で表現してもらって、映像に関してはそこは合わせなくていいんです。そこは演奏してるところと歌ってるところなんですよ。まあ特にこう頑張っているようなところになってくるじゃないですか。指の動きとかね、ギターで言うと、まあ、ベースもそうですけども、あと、まあ、ドラムで言うと、まあ、叩いているところとか、なかなか見せないですけども、スネアをね、こう、リズムよく、テンポよく踏んでいるところとかね、あとは、まあ、ボーカルの方が、歌ってるシーンね、まあ、疾走感がありながら、こう、悲しみをこう込めて、こう、歌ってる、その歌詞の内容に合わせてね、だから適当に聴いてる人は、曲を聴いた時にノリがいいとか言っちゃうんですけども、歌ってる人はこう歌詞と照らし合わせてね、どういうふうな歌い方をしてるかっていうことにこうしっかりと耳を傾けたら、あ、この人一流だな、ベテランだなっていうところがボーカルとして、判断できると。もう一本調子で歌ってる人たち結構いっぱいいますよ、プロデビューしてから。まだまだ甘いなって思います。音楽業界の人たちには、まあ、その辺のところをしっかりと気をつけていただきたいのと、いや、未だにね、その昔の曲だからっていうことなのか、映像が再処理、本当は一回 してましたよね、そういう風に見えないように。あれ、なんでまだ出てきたんでしょうね。もう一回、一から何があったかで、もうそんなこと要求してない。本当に。もう一回整えた後。まあ、2002年サンパレスロックを勤務時に、まあ、ちょっとロシアの皆さんには申し訳ないんですけども、まあ、これはロシアの方たちのこともね、国連という単位でも思って対応したんですけども、2人組のね、女性の歌手の方が来られたんですよ。日本とロシアのね、友好関係のために。ただ、お名前がタトゥーだったんですよ。本当にロシアの方かどうかわかんないですよ。テレビの知ることややこしいですから。本当はね、ロシアと言いつつ、別の国の人間でね、こんな名前の問題児がいるけども、日本に行ったらどういう扱いを受けるかって、ちょっと勉強してきなさいと。いうことで、日本に来て、ミュージックステーションが始まる前に、ダメって。出しちゃダメって。あ、いらんいらんって。あ、君たちが悪いって、そんな名前つけたって。甘く見てるって。会社があって。その子たちもって。社会をって。勘違いしてるって。そんなに簡単に甘く金稼ぎできないよって、世の中って。で、代わりに、ミッシェル・ガン・エレファンとか、もう、急に番組、ね、生放送だから、急に、追い返すっていうことになった瞬間、まあ、ちょっと、まあ、バタバタっとはしますけども、簡単。司会者の人が呼びかけたらいいって。誰か即興で、一曲歌ってくれる人いませんかって。そのために暗記してるんですよ。ね、楽譜とか並べてないでしょ。のみんな前でミッシェルガン・エレファントっていうバンドが、じゃあ我々が歌いますっていうことで、確かその人たちもその時髪の毛染めてなかったんじゃないですか。もう出る順番分かってるでしょって。
テレビ出てもいい順番って。だからもちろんあのクオリティは大事なんですけども、それ以外のところもね、もっと大事なんで、社会人として。でしょ？大きくお金稼ぎたいんですよねって。じゃあ最低限のルール守ってる人じゃないと絶対無理じゃないですか。それルール破ってる人を稼がせてあげる、あんたどちら側の人ですかっていうことになるでしょ。だからあのちょっと僕の動画もね、あの曲数の数ですから、あれもう一回全部検証するのってちょっとねものすごくお時間かかるんです。でちょっとまあ皆さん、お時間いただけませんかっていうことと、あの音楽業界や他の、業界の人も気をつけること、スポーツ業界の足を引っ張ってしまう可能性がある。やっぱり僕はあのスポーツと関わらないようにって言ってますけども、やっぱり今日も関わってますか、どう見てもどう考えても。でやっぱり関わらなかったらああいうふうにそれで寝不足になってたのかもしれない、養生試合で。本当はオランダの選手はちゃんと頑張ってプレーしなきゃならない。話もややこしくなってきたでしょ。だから変な勝ち方、もちろん全員がしっかりとね、野球の試合ですから野球で、勝ちに行かなきゃならない、そこは全力プレー。まあまあ誰かの話とこうだいぶ話をごちゃ混ぜになってるのか、その、まあ、天皇陛下がね昔争ってはならないという、まあ、当たり前のことを言ったんですけども、それは普通のことであって、裁判とかは、法廷の場で争う場なんですよ。これは法律でそうなっていて、で、いやちゃんと書かれてるんですよ、あの法律で。そのように法廷とは、闘争の場であると書いてるんです。で、君が入院とかいう音声聞こえてきたんですけども、これがね、何々法とか言わなかったらって、もう六法全書いい、ワンツー、もうそれで十分で、絶対書いてるからそのどこかに。で、もう見たから何回も、で僕は何回も説明してるから、それしなかったらややこしい。で天皇陛下おっしゃってるのは一般的なね、その喧嘩とかそういうことをしないようにって当たり前のことを言ってるのであって、スポーツでそんなことするから喧嘩になるんでしょ。でしょ？でしょ？それに一本裏金でも渡してんのっていう話になるから、ね、そこから話、むちゃくちゃややこしくなるでしょ。何のために体鍛えてんのかって分かんなくなるでしょ。で、僕はチャンネルつけた時は、ピッチャーが、オリックス・バファローズのピッチャーの人でね、まあ、あまり僕もしょっちゅうテレビ見るわけにもいかないんで、まあ、まだ若手の、あの方なんですけども、いいピッチャーでしたね。ストレート、150後半、平気で出しましたね。まあ、157とか出しましたね。で、まあ、コントロールも、しっかり。まあ、その辺のところはもうテレビつけてしまった以上、もうすぐ分かりますから。あ、やっぱり僕は影響してるなって。まあ、回想シーンのところからは未来からの時間軸で、そのライト前のタイムリーヒットになってしまった。本当はヒットじゃないんですよ。あれ全力で取りに行ったら絶対取れますから。もう高校生とかで、しっかりと、まあ、中学生でも小学生でもしっかり練習してきた人だったら、今なんでオランダの選手全力で取りに行かなかったんだろうって、あれ、取れるのにって思うでしょ。ちゃんと目凝らしてみたら分かりますから。からその辺のところで、そのもうスポーツの世界で八百長なんかもう取り入れた、だみんなが全力でプレーしてるところ、ただし怪我をしないように、みんなが全力でプレーしてるところにそこに感動があるんじゃないですか。だって今まで高校野球のこととかね説明してきましたよ。すごい試合があったんですよって。例えばね、8回まで来て4点差とか5点差とかあって、そこからね、同点まで追いついて、延長戦。普通の方どうです？自分たちが、4点差、5点差つけられて、8回まで来た時に、まだ最後まで諦めないで、頑張れます。全然まだ、勝ちに行くつもりだよって、負けないよって、そういう精神力。そういうのがあるから、追いつけるんですよ。で、延長戦入ってから、
まあ、逆転したりとかね、すごい試合は延長戦で5点差ついた時があるんですよ。一つのイニングでもちろん延長戦ですから、さすがにこれはもう5点取った方が勝つだろうって思ってたんですよ。思うでしょ皆さん。そこから同点になったり逆転したチームもあるんですよ。すごいでしょ。これ社会人として置き換えた時に、会社が倒産しそうになった時に、もうこれもう絶対ダメだっていう状況っていっぱいあると思うんですよ。でいっぱい倒産してますから世の中だけども、そこで逆転できる人、気持ちで負けてないんですよ。でほとんどの人は多分負けるんですよ、もう確率的に言うと。だけどもそこからごく稀に逆転してしまう人たちが存在するんですよ。普通延長戦で5点差つけられたらもう普通諦めますよ。選手諦めてない、もう精神力はもう全然違う。時々もうものすごいこう、だからまあそういう試合とかね、正直まあ日が今は能登半島の地震の被災者の方たちとかね、まあ、今インフラ復旧待ちで、ね、まだ水道とかも全部が、回復したりしてないんですよ。まあ電気はある程度通ってるんですけど、水道管ともなるとね、全ての修復に関して、まあ、今年いっぱいぐらいかかるとは言われてるんですよ。まあまあ工事実際してみなかったらわからない部分はありますんでね、進行具合が。だからまあ早いところはもう水通ったりしてるんですけども、でももう被災地で大きなダメージを受けた時って、人生でね家2軒買える人なんかいないんですよ。もう家1軒で精一杯、立ち着き建物代で大体まあ、もう3000万円以上までになったらもう大体の人無理、途中で売らなきゃならなくなったりします。本当に難しいですよ世の中で。まあ、そこからの逆転とかを目指すんじゃなしにね、まあそれはそれちょっと無理がある話でもありますから、まあ、そこは博打的な要素とかじゃなくてね、まあすごく困ったこう日々を送る、で精神的につらい、きついっていうところがあると思うんですけども、その時にね、まあそういうような試合とか見てもらったりしたら、まあ今年にそういう試合があるかどうか分かんないですよ。まあ昔の試合とかで、まあ動画のまあ検索ワードとか分かったらいいんですけども、そういうふうなものとかを見て、まあちょっと気分転換、気分を紛らわしてみたりだとか、うん。だからまあお金だけは全てじゃないから、人生って。まあもともとテレビって、すごいを放送したわけじゃないですか。で、そのすごいだけじゃやっぱりダメで、こう、人助けにつながるものだったり、それを見ることによって、あ、この時間は良かったなって思えるようなものだったり、そこはやっぱりフェイクとか使っちゃダメじゃないですか。ほとんどのことでね。まだ手品とかはまた別ですよ。まあその辺のところを、フェイクダメだって言われたら、手品しないと何もできなくなっちゃいますから、そこに嘘じゃないことに価値があるわけじゃないですか、テレビの報道もね。もうそれ言ったら今度君が入院とかいうこと言ってるの電波聞こえてきたんですけど、むちゃくちゃでしょこの国の設定。普通僕の言ってることの方がどう考えても、社会全体がめちゃくちゃになってしまいますんでね。もう今株高になってますけども、昔どういう風な話になったか思い出しました。国債にか切り替えた委員の話でした。知りませんよ。未来の僕が、もうこの時期に株がもうこれだけなってますよって言い始めても、早く売ったもん勝ちですよ。当たり前じゃないですか。同じことですよ。国債も、株も。株の方が危ない。本当に。会社。で、まあまあ、GPIF とか、まあ、この間のそこまで行っていいんかいっていう番組に関しても、まあ説明の仕方がちょっと甘いんですけどね、みんなちゃんと、社会保険、厚生年金とかね、介護保険料しっかりとかけといて、あとはまあ、何でしたっけ、仕事がなくなった時の雇用保険、ないったものをちゃんと加入して、まあ、その辺は所得税の控除として、使用できますから。で、
ちゃんと書類見て言ってます、この間確認したところです、確定申告の表を見てで、などです、厚生労働省の出している年金係のところの表とか見て保険という扱いになってます。で、本当ですよ、あの保険です、やっぱりあれ事務員さんに任せてたらやっぱりそうなります。皆さん、あの自分で何かあの確定申告の書類とか持っていた方がいいと思われる方は持っておいた方がいいですね。で、あとは各あの窓口行って書類を集めておくことですね。やっぱりあの分からなくなるときありますから、それ見てしっかりと再確認できますから。で、あとは所得税の控除で家のローン返済、このパターンなんですよ絶対的に。だからあの家2軒買えるような設定じゃ、もともと物価価格はもう決まってますから、ね、値段なんか上げたらよそで買われるだけだから、もう価格なんか変えようないんですよ今更。だから給与の算定表というものがあって、とんでもない年収なんか絶対稼げない仕組みになってるんですよこの世の中。もう議員さんとかぐらいで、誠意ある人は、まあ、今の東京都知事の小池さんみたいにね、自分の給与はもう年収はもう半分にしますっていうことで発表してるんですよ、条例作って腹くくってるでしょ。な、絶対議員さんとかの方が年収高かったんですから。まあ経営とかの場合は赤字とかを抱えたりするでしょ、リスクはいろんな意味で。役員さん大体裁判所に出なきゃならないっていう、そういう部分ですね。だから話戻しますけども、野球の話に、まあそういうわけですので、それね、今年アップロードした動画で言ってるんですけどね、今年のペナントレースはって、その野状なしでっていうことを言ってるんですけどね、こう全力で、国際試合はね、両チーム全力で試合しに行ってないっていう、まあまあ、もちろんそれはケアをしない範囲でですよ。昔もね、あんまり全力全力って言い過ぎて、フェンス際の打球とかでダイビングして、まあこう、首とか頭とか当たりに行くのは、さすがにそれはちょっとね、まあそれは自分の体の安全を先に優先していただいてと、まあただ取り方とか、やっぱり僕も見ていて、いや、ああでしょ、こうでしょうは言ってしまうんですけどね、まあ、ああいうふうに取りに行くんだったら、こうキャッチした後に、この体を反転させて、足の方をこうフェンスに当てるような形、こう着地するような形で、横から見て。まあ、それで行けば大丈夫ですよとか、ケアしませんよって。一番飛び込んだ後、そのまま滑りに行って、頭とか、まあ、手とかは危ないんですけども、そのフェンスのところね。そういうふうなところは、ちょっと、自分たちのことは自分たちでしっかりと、対応していただいて、日々の練習で。まあ、そうじゃなかったら、もともとね、やっぱり骨折とかありましたからね。去年のワールドベースボールクラシックの西武ライオンズの源田選手。で、源田選手と似た人がね、昨日 au ショップ行ったらいたんですよ。いや、わかんないですよ。体型はもちろん全然違うんですよ。一般人、僕みたいな体型になってますから、多分後から、あれ、顔も声も、あれ、源田選手かなと思って。背丈はあんまり僕と変わりなかったんですけど、まあまあ、ウィキペディアとかで調べてみなきゃ分かんないんですけど、身長はもともと何センチなのか。あれ、もしかしてそうだったのかなって。いやね、いや、だから新聞とかで放送された年俸っていうのは年収じゃないですから、その辺は皆さん誤解したらダメですよ。違いますから。そういうことで、皆さん、しっかりと、世界中、八百長なしで、試合に取り組んでください。集団訴訟で、そんなことしてたら、皆さんで訴えましょう。八百長なんかしてたら。以上です。だって皆さんね、試合見に行ってね、選手が八百長で勝ってたとしても、勝っても全然嬉しくないでしょ。ね、見る人が見たら分かるから。全力で試合してるかどうか。だから、八百長をしに行って、睡眠不足になってたんじゃないですか。可能性、あります。
声でお客さんちゃんと見に来てくれる。まあちゃんとっていうかね、あの家でテレビで見るんでもいいでしょうし。でしょう。どう考えても。まあやっぱり、勝負事ですからね。まあそのオリックス・バファローズの投手から別の方に代わられて、最初はちゃんとコントロール良かったんですけども、まあ、こちらの、まあ、試合の、まあ、取り組み方、云々とかでね、まあ、ちょっと、誤差が発生して、ストレートがね、根本っていう選手ですかね、また名前、ちょっとね、さすがにすぐには、急には、皆さんの名前を覚えることはできませんので、まあ、ストレートはね、ちょっと、ちゃんとストライクゾーンにボールがいかなかった。ただ、変化球の方がね、すごく、いいところに、もう、キワキワのところですよ。で、いいところ、ストライクゾーンのところで、しっかりと、ボールが、収まりつつ、かなり変化して、まあ、ボールが落ちていると。ストライクゾーンの中に入る形ですよ。あの高さで、あのボールは、かなり打ちにくいですね。なあ、まあ、そういうボールを活かしながら、まあ、まあ、三振だとか、まあ、打ち取りに行くという、まあ、ゴロを打たせるというか、ファールもそうなんですけども、フライを打たせたりとかね、まあ、ファールはカウント稼ぎですよ。まあ、そういうような形で、うん、まあ、やりくりと言いましょうか。まあ、やっぱり結局そうなりますね。僕も抜けるに抜けれなくなってる状態ですね。だからそれを求められても、いや、だってそうしたの、結局、っていうことになるんですよ。考え方が逆だったんじゃないですか。ニヤ落ちをしてたから、睡眠不足でさせられたんじゃないですか。ただ未来から結果が聞こえてきた場合、それもどうしようもないでしょ。考えちゃいますから。で、それ現場に伝わってる時ありますから。多分、だから未来の自分からしたら、すでに結果出てるから、もう今更、現場変えようないから、いや、何日の試合勝てますよ、とか、むしろ言ってあげた方がみんな選手としては、無理なプレーをしなくなって、怪我しなくなるんじゃないですか。ありましたよ、まあ、昔、阪神タイガースの選手の、その、赤星さんっていう人がいたんですけども、その、まあ、3割ぐらい打って、盗塁の数がすごかったんですよ。60ぐらいの、ワンシーズンで盗塁して、4年連続盗塁王だったんですけども、その、ダイビングとか、スピードものすごい速いんですけども、フェンスの方に、頭の方から、こう、行ってしまって、もう、首とかもやられて、もう、起き上がれなくなって、あれは、フェンス、フライの方だったかな、こういう方なやつだったかな。ちょっとね、まあその時の映像を見なきゃ思い出せないんですけども、もう全然立ち上がれなくて、ちょっとあれまずいんちゃうかと。お首の方で大丈夫かということで、まあまあ担架で運ばれていって、もう普通に考えたらめちゃくちゃ危ないんですよねっていうような、まあ、状態、もともとこれはね、スポーツ業界であるんですよ。で、オリンピックで言ったらね、エアリアルっていう競技があるんですけども、もう見たらどれぐらい危険かすぐわかりますよ。スキーの板で、ストックを持たないでね、スキーの板だけ履いて、こういう風な急カーブになってるところに向かって、こう急滑降していってね、スピードつけて、このまま真上にジャンプするんですよ。で、高さどれぐらい出るかって言ったら10メートルぐらいの高さまで飛ぶんですよ。で、そのまま空中でこう体操の選手みたいに、こう、鉄棒とかの選手みたいに、こう、体を、くるくる回しながら着地するんですけども、みんな着地なんかできない。当たり前10メートルから垂直に落下してますもん。みんなどうしてるかって言ったら、前転とかで息をしのいでるんですよ。あれもともと死亡事故出てるんですよ。普通に考えたら分かるでしょ ?10 メートルの高さから何回もみんな落下していくんですよ。そのうち誰かね、また空中でくるくる回ったりして難易度の高いことしようとするでしょ着地が難しくなるでしょ危ない危ない危ないって。もう日本人そんな競技出ないからっていうことで、もうすぐやめやめっていうことで。だからオリンピック自体はその競技続けてる時点で、オリンピック委員会の方が一回多分業務上過失とか出た時にちゃんと訴えられた方がいい。委員会の方が。で、それもその競技やめた方がいい。お
金儲けに目がくらみすぎ、本当に。もう人間そこまでおかしならへんはずやから、本当は。もうこういう言い方で、言い方で、内容、内容、裁判所の裁判官が法廷で認めてます。ちょっとした今のような言い方、すべてが全部敬語で言わなきゃならないわけじゃないんです。それとか裁判所の裁判官が、場合によってはね、まあ、自分で原告で出てますから、怒っていいっていうことをはっきりと認めてくれています。こういうものなんです。コンピューターの方が勘違いしすぎ、人間の聞いてる方も。法廷で怒ってもいいんです。全然問題ないです。裁判官の許可があれば、もともと当たります。自分がひどい目に遭ってきましたね。その人が訴えた裁判所で相手を叱ってはダメ、怒ってはダメ。ない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 。それこそそんな法律どこにもない。言ってみなさいよ、第何条。どこにそんなこと書いてますの？じゃあ被害者は正当防衛も何も行使できない？何をわけのわからんこと。大体みんな学校で覚えてきた常識通りですって。もう大体そう。一部始終最初からカメラで何があったか、何日前とか何年前とか、全部出てきてみなさいな。簡単判断。相場さえ大体分かっていたら、あ、大体これぐらいのことしたら罰金これぐらいだなって、相場分かってたら、全部あとは足し算するだけだから。ほんとほんと。それで払えなかった分の金額だけ刑務所とかで長い間入れられて、刑務所は反強制労働みたいなとこなんですよ。で、働いて、頑張って働いて、仕事を効率を行って、早く出れるんですよ。こういうところですよ。その、今説明した内容っていう意味ですよ。ここの家のことじゃないですよ。ちょっとあんまり話長くなるとキリがないんで、もうこれぐらいにしておきます。以上です。皆さん、全力プレイで、八百長手抜き主で、手抜きなしで、手抜き主って言葉が僕の方が変になってるから、でもなんかおかしなことをしたらみんなおかしくなるんですって、本当に。もう、直さなあかんところ、この国だけでもものすごいある。ちょっとやちょっとじゃないか。カジノ法案ってわけわからん、もう。銀の糸今までカジノ開いた人捕まってきたんですよ。ちゃんと。ほんと、オンラインカジノなど何だろう。裁判かけられて、刑務所いられたりしたんですよ。本当ですよ。それ今更ね。何を法律作って、カジノってわけのわからんこと。アメリカのラスベガスもしっかり赤字なんですよ。大赤字出してるから、もともとね、税金で作ったりしてるから。それ全額ね、返済しようと思ったら、無理なんです、最初から。なぜかって、他の娯楽が次々発展してくるから。だから何してるかって、ボクシングで、掛け試合とか今度行い始めて、発想はギャンブルしか考えられなくなったの、その人たち。それがギャンブル依存症。仕事として行ってる人もギャンブル依存症なの。それしかお金の稼ぎ方知らなくて、エネルギーの残存量問題とか知らなかったから。こんなに人に迷惑かけるようなもの最初からこんな仕事しなかったらいいで、それやめてよかったんですよ。で、生活保護を受けといたらよかったんですよ。そしたらその方が世間に対して迷惑かけないんだから。みんなの税金たくさん使ったのはどちら？答え簡単。出世？たくさんみんなの税金食らいついた人間が？しかし、銀行強盗と同じや。銀行を通したら、銀行からお金回ってきてるからね。書類に反応したらみんなが納得する。違う。してることの性質。バカげたもの。ね、やっぱり年収高い人間とか大学行った人間の方が頭おかしになってるでしょ。これもう本当のことだから。だってもう税金くらいついちゃってるから、大学生とか。もともと大学という建物がほとんどのところもともと国の税金でほとんどのねお金出して作ってで、途中で民間に変わったりだとか、それで許可を出したみんなの税金で建てた学校の理事とかに元議員さんとかはなる、さらにね高い議員という年収がさらに理事という高い年収をもらう税金でいい加減にしなさいって。どこの大学、そうそう、それこそどこの大学出たんですかっていう話なんですよ。ね。人生ちゃんとわきまえていたら、あ、もう高卒税いいやってなんですよ。税金への食らいつき方が激しい人間も大学行きたくなるんです。何見ておかしくなかった。テレビ。
テレビでさんざん、どこそこの大学は、どこそこの大学だって。ちかちゃん、大学行くにしても、まあもちろん専門職とかでね、法律の道目指そうとか。確かにそういったところは、高校でね、法制の高校とかはないから。まあ法制というか、まあまあ法律一本のね、高校とかはないから、まあ大学行くしかないと。そういうのはわかるんですよ。だけども、自分の家から一番近いとこ行ったらいい。まあ、これは本当。結局、司法修習したいになった後、位の高い裁判所とかに、こう、まあ、出張するような形でね、修行しに行かなきゃならないですから。多分同じことなんですよ。だから、じゃあ、家からある程度近いところとか、寮とか入ったら、本当はお金取れますから。だからそこは無料になったりしてるところとかね、結局みんなの税金使ってるんでしょって。まあ、そこまでするんだったらね、法律名とか求めてこないで、何があったかだけ書いて、裁判所にね、書類出したら、あとは裁判所が処理するっていう形にしてくれなかったら、話全然合わないでしょ。もっとみんなに税金もらって勉強しておいて、ね。で、第三者の善意とか法律であるでしょ。そういう裁判官になってるようなものなのに、いや、裁判官が善意ないのが一番怖いから、本当に。本当に本当に。でまあ、他にも怖いのいっぱいありますけども、いやいや、また、でも、君が入院とか言ってきたんですが、どうせ今言わそうとしてる、医療業界に。本当は言わそうとしてる。医療業界の方が怖いって。ね、今年もインフルエンザなくなったでしょ。僕は YouTube とかでいつどういうふうなことをちゃんと見てきた人だったら、わかりますよ。これもみんなに言ってあげたい。河合さんがどういうふうな文章を書き始めて、あの人内閣に動画削除されたら、もっとこんなこと書いてきて言い始めたね。あ、おい、根性ある人間の追い込みの方が強いっていうこと分かってない。じゃあ、もう世の中の実態でも、もう法律ある程度分かってたら、どちらが悪いかっていうことが分かるから、こんなにはっきりした例ない。そんな政府正義なんか作ったらダメだから。もう書いてる僕のホームページでも。あんなもん、もう大体5条ぐらいしかないから。大体のところ違反するから、あんなもん作ったら、コロナウイルスとか。みんなでしっかりと公開しなきゃならないでしょ。で、その後、今はね、インフルエンザもっていうようなことをね、言ったんですよ。本当はって。ね、やっぱり今年インフルエンザないでしょ。怖いでしょ、医療機関。第二次世界大戦並みの死者出てるんですよ。コロナウイルスの死亡。全世界中の人の統計。もう、もう本当にあれきつい、内容でしたから、皆さんかかったからもう分かるでしょ。きつかったでしょ、めちゃくちゃ体。ものすごい衰弱してる人たちとかの、例えばご老体の方とかね、そういう風な人たち、全員。っていうのが目的だったんじゃないですか。だからそれはちゃんと調査した方がいい。で、それを世間に公開してなかったら、やっぱり怪しい政府が。政府の動き方がね。だから医者が議員になった時点で、でも世の中もめちゃくちゃなんですよ。今までのこと全部明かされたら。死刑確定でしょ。その本当に作ってた人とか、死に対してた人。そうじゃなかったら、何のために死刑判決あるんですって。無差別大量兵器ですよって。もともと、もう、禁止条約がある。生物兵器に関する、禁止条約。だからさっきの5条。1、2、3、1条、2条、3条、4条、5条。簡単。違反。以上です。もう話長くなんで、これぐらいにしておきます。